はい、今から、インドのニューデリーで有名な観光地アグラセンキバオリに行きたいと思います。はい、寂しそうな目でこっちを見てますね日向ぼっこします。はい、というわけでアグラセンキバオリ、はい、今もうねすぐ近くに来てるんですよ。めっちゃなんかシーツ干してますね。ホテルか旅館がなんか近いんですかね。ハローハロー。はい、この奥だと思うんですけどね。はい、ちょっと進んでみます。はい、アグラセンキバオリ着きました。はい、中に入ってみようと思います。はい、もう観光客の人いますね。よいしょ、階段登って、はい、よいしょ。おお、すごい段差ですね。鳩がいっぱいいます。この際にも鳩がいっぱいいますよ。おお、ちょっと一番上まで登ってみましょうか。一番上っていうか一番上ですね。はい、ここが一番上です。お、これもねやっぱね、実際来てみると全然違いますね。ほんと写真とか動画で見た時、こんなところ行く価値ないだろうぐらいにちょっと失礼ながら思ってたんですけど、おお、おお、実際来るとやっぱ違いますね。ああ、よいしょ。Dream Fantasy, Dream Fantasy, Dream Fantasy, Dream Fantasy. Yeah, yeah, yeah. はい、ちょっと下ってみようと思います。よいしょ、よいしょ。はい、よいしょ。階段がね、結構ね、段差があってね。よいしょ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 。はい、みんな写真撮ってますね。よいしょ。よいしょ。はい。よいしょ。うん。よいしょ。はい、子供たちもいますね。はい、男性4人組もいますね。あそこ撮影スポットなんですかね。こう待ってる感じですもんね。よいしょ。はい、着きました。ここがリミットみたいですね。はい、あれが井戸ですね。ちょっとズームしてみましょうか。はいはい、こんな感じです。はい、戻します。で、下から見ると、うわ眩しいな。こんな感じです。うわ、すっごい眩しい。はい、こんな感じですね。はい、はい、よいしょ。はい、じゃあ帰ろうかと思います。はい、帰ろうかな。よいしょ。はい、アグラセンキバオリでした。インドニューデリーの、まあ、観光地の一つですね。はい、波動拳。はい、これがインド門です。インドゲート、インド門です。はい、思ったよりね、大きいです、大きいです。めちゃくちゃでかいです。そしてめちゃくちゃ人がいっぱいいます。これわかんないかな。すごいね、人いっぱいいるんですよ。すごいいっぱいいます。インド人の方がめちゃくちゃいっぱいいます。こんな感じでちょっと回転してみましたけど、はいはい、特にオチはないんですけど、インド門来たよーってとこですね。はい、カメラマンの人が僕の横にインド門です。想像以上に大きいですね。すごく大きいです。そして人がたくさんいます。すごい数いますね。
でみんな写真撮ってますよ。みんなサングラスしてますね。はい、シャボン玉も飛んできます。うわ、でね、カメラマンがすごいいっぱいいるんですよ。カメラマンすごい、撮るぞ撮るぞ撮るぞって言ってね、僕にもねすごい来ましたね。なるほど、これがインドモンですね。一応私もじゃあちょっと映ってみましょうかね。はい、ちょっとキモい感じになりましたが、一応ねせっかく来たんでね、はい、はい、もうちょっと近づいてみましょうかね。さらに、インドモンの大きさが分かると思うんで、わお、本当大きいです。これね、僕 YouTube とかでも見てたんですけど、本当迫力がやっぱ違いますね。うわ大きいな。でも門の下はくぐれないのかな、バリケードしてあるのかな。あ、行けそうですね。あ、いや行けないのかな。あ、行けないっぽいですね。はい、見上げる感じですよ。今日はすごく天気がいいです。すごく天気がいいです。はい、でもねちょっとね、思ったよりインド寒いですね、この時期。12月のインド、まあ、1月って言えばいいです。うわ、はいはいはい、関係ないですけどね、さっきもね僕ちょっと騙されてね、騙されたって言ってもね、ほんの50円ぐらいなんですけどね、ぼったくられたというかね、まあ騙しの方ですよね。うん、まあそんな話はさておき、それがインドですね。インド来る人は気をつけた方がいいですね。そんな少額で済めばいいんですけど、何人か僕日本人の人に会ったんですけどね、結構皆さん騙された方が多かったですね。4万円騙された方とか、あと2万円つったかな、大学生の男の子が2万円ぐらい騙されたって言ってましたね。僕もまあね、ね、2万円じゃないか、1万円ぐらい騙された口なんですよ。本当ね、巧妙ですよ、インド人の詐欺は。詐欺と騙しのテクニックは。はい、あ、中は入れないですね。あれ警察の人ですね。ライフルみたいなの持ってますね。あれ侵入したら撃たれるんですかね。シャボン玉がすごいですね。はいはい、インドモンです。一周してみますね、とりあえずね。ほとんどインド人の人ですね。2人で協力して持ってます。ハロー。声かけるとみんなあんな感じですね。インド人の人、こういう観光地もう何回も来てて飽きてるような感じがするんですけど、まだみんな来るんですね。すごいな。いや本当ね、インドモンでかいですよ。でかい。あ、小学生ですかね。あれね、はい、こんなですよ。でかいな。はい、インド版エッフェル塔みたいな感じなんですかね。あ、犬もいましたよ。みんな反応がいいですね。すさまじく反応がいいですね。No. Thank you. あっちにもなんかありますね。あっちにもなんかあるな。はい、敬礼してますね。あ、ここにシャボン玉吹いてる人がいたんですね。あれ、これ売ってるんですね。あ、そういうことか。
デモンストレーションしてるわけですよ。で、買えということなんですね。で、またなんか、お、ああ、なんか見えたような見えないような、取り入ってますよ。お、One more time。どこ行った？ああ、帰ってきましたね。No thank you, no thank you. There is more price, there is more money. Thank you. How much? 150. 150? Yeah. ああ、日本円でね、まあ300円ぐらいですね。No. 50, 50 for one. 50? Yeah, 50. One piece, 50 rupees. あ、50 rupees だって。Yeah. 100円ぐらいですね。100円ぐらいですよ。オッケー、買いたい人はね、インドモン食えば買えますんでね。おー、サンキュー。なんか、すごい。マサラ？マサラ、おー。あるのよ。はい、じゃあこの敬礼の、あ、ここもやっぱ入れないな。あ、ノーサンキュー、ノーサンキュー。やっぱここも入れないですね。あ、マサラですって。なんかめちゃめちゃ来ますね。ほんとね、物売りの人がタイよりもすごいですね。僕の体感だとタイの物売りの人も結構すごいんですけど、タイより上だな。はい、もう一回最後インドモン取っておきます。 Hello Hello Which are you from? I'm from Kashmir. Kashmir. Oh, thank you. Kashmir. Kashmir から来た人。 Kashmir. Kashmir. Kashmir is Kanda. Oh, Kashmir. Oh, yeah.カシミール、カシミールから来てる人多いな。カシミール近いのかな。とりあえずインドモン編ここで終わりますね。